それはそれは、手痛い歓迎を受けましたな。園長は、糧とならないであろう校庭と、糧となるであろう見解、どちらを希望されますかな。私に話すということは、何らかの言葉を欲しているということ。単に慰めが欲しいのか、迷いを照らす光を求めているのか、どちらか判断しかねますゆえ。なるほど。そう後ろ向きになられますな。私はあなたの補佐であり、使える時に使うべき存在。賢いやり方ではありませぬか。それに私の意見が正解とは限りません。聞いた上で自身で考えて行動するのであれば問題ありますまい。少なくとも私はそう思います。園長と同じ立場ならどうするかですか。そうですな、今日の出来事を心に留めたまま、何事もなかったかのように過ごすでしょうな。今のあなたはやるべきことが山ほどあります。一つ一つにつまずき、その度立ち止まっていては前へ進むことも困難になるでしょう。あなたは心優しい方ゆえ、割り切るのは難しいでしょうが、失敗は成功の母、いい経験だと思い乗り越えることです。かなで君のやや強烈な個性を知ることができたのも一つの経験です。その一気です。陰ながら応援しておりますぞ。そこまでだ。